と路面の状態はいろいろなところがいろいろなコンディションがあるので難しいと感じました。あと複合コーナー S 字ですとか連続コーナーがあって難しいのですごくやりがいのあるコースと感じました。とってもよくできてる車で加速が速いのと、マフラー音が大きいのが印象的です。タイヤは2本で乗らせてもらってる方がもうちょっとグリップするので速い車で、グリップ力が違うっていうのを速く走らせるのが難しいでしたが車の仕上がりは最高です。すごく楽しかったです。スタートの時に1台抜かれてしまったんですけど抜き返すことができて、最後、チームメートの方と、接戦ができたのですごく楽しかったです。月曜日に移動して火曜日から走らせていただいたんですけどもチームの皆さんにすごい良くしてもらっていい車といい環境で走らせていただいてすごく幸せな毎日でした。私今回の1回だけではなく来年は全線通して参戦したいと思います。ぜひよろしくお願いします。 Thank you very much.